今回ルーターというものを使って、この型に合わせてこの材料を切るというのをやっていますね。ここにベアリングがついてますので、このベアリングに当たる部分がこの型の高さになります。まあ、そういうふうに刃の、出し方を調整をしてください。そして、刃は今こういうふうに回転してますので、こちら側から、舐めていってこの方向に進んでいくことになります。このように一発で非常に綺麗な面を得ることができます。型を外してみましょう。こういう形ですね。もう触っても非常に滑らかです。この、刃が新しいうちは非常に綺麗な滑らかな、面が得られることになります。以上です。